オーラリーの最近が気になりますそれなー。今日は完全にオーラリーの回だ。長年安定した人気があるドメブラオーラリーの最近の動向を、ゆるく紹介していこうと思うぞ。アイテム紹介や、コレクション解説をしていくね。2014年にスタートしたオーラリーは、オリジナル素材の開発に注力し、シンプルかつ上品なスタイルが特徴のブランドなんだぜ。国内屈指の素材の良さを誇るブランドだと思うんだぜ。品質への強いこだわりこそがブランドのアイデンティティとなっているからね。そんなオーラリーが現行で展開している商品や、最新のニュースなどを深掘りしていって、さらに、オーラリーの魅力を発見していこうか。歴史やブランドの概要、魅力については、以前にこちらの動画で詳しく解説しているから、合わせてチェックしてみてね。それじゃあゆっくりしていってね。ココイチの20から食べたら激辛すぎて発作起きたんだぜ。しゃっくりな。まずは約2ヶ月前に行われた、オーラリーの2024年秋冬コレクションを一緒に見ていこうか。フランスのパリにて公開された当コレクションは、昼から夜へと移ろう、人々の装いに着目したものだったようだね。例えば、昼間には多くの人々が働き、夜には仕事を終えて誰かと待ち合わせたり、あるいは家族と夕食を共にしたりといった、仕事の日常から、ほっと息をつく時間へと移ろっていく高揚感を表現したコレクションだったんだ。アウターは全体としてリラクシングなサイズ感に仕上げたものが多かったようだね。着替えの服らしきものを持っていたり、社員証らしきものをぶら下げていたりと、オンとオフの切り替わりをほのめかしたようなルックが確かに多いな。面白い表現だと思うんだぜ。カラーは、ベーシックカラーを中心としつつ、昼から夜への移ろいに呼応するかのようにして、豊かな色彩感が取り入れられているんだぜ。鮮やかな色彩がオーラリーには多いよな。そうだね、目がチカチカするようなビビッドカラーを使うのではなく、自然にありそうな優しく鮮やかな色使いがオーラリーの魅力でもあるからね。落ち着いていて好きだな。レイヤードスタイルも結構多かったんだぜ。アウターの下にパーカー、ニット、シャツ、タートルネックを合わせたりと、コーディネートにレイヤリングを積極的に取り入れることで、ニュアンスに富んだ色彩の移り変わりを引き立てているんだぜ。1着のレイヤードは自分も普段から実践するけど、3着から4着のレイヤードってなかなかしないよな。難易度高めだぜ。レイヤードは、アイテム自体がシンプルでも、色や丈の組み合わせ次第でコーディネートのバリエーションが一気に広がるから、積極的に取り入れていきたいスタイルなんだよな。それ以外に気になったのは、紫を差し色にしたルックだ。綺麗めのコーデには一見溶け込まなそうなパープルカラーを入れているね。一体感のあるコーディネートにはそこまで見えないんだけど、その浮き感が逆にいいアクセントになっているとも感じるな。コーデの統一感にとらわれすぎたら普遍的になりすぎるとも思うから、パープルに限らず、様々な差し色を実験的に普段のコーディネートに取り入れていきたいなとも思うね。こういう暗めのカラーのコーデであれば、パープルカラーも違和感なく馴染むはずだ。コレクションのルックから学べるスタイルは本当に多いな。ベーシックな手持ちのカバンも今季は可愛いものが多かったんだぜ。いい意味で主張がなく、日常に馴染みそうなデザインだな。腕でバッグを抱えるルックが特に好きだな。このスタイルは近年のモードシーンでよく見られるんだよな。街中ではほとんど見かけないけど、大きめのバッグをこの持ち方して歩きたいわ。ちなみに今季も、2019年よりコラボレーションを行っているニューバランスとの靴が登場したよ。最新となる 990V4 を使った2色が発表されたようだ。シャープで流れるようなアッパーは、各パーツを後染めしたかのような同系色で整えることで、美しく統一されたイメージになっているね。ソールの大胆な色切り替えが個性を引き立てていて、超絶欲しい1足だ。これは人気出そうだな。価格は発表されていないけど、過去のコラボシューズの価格を見るに、2万円から3万円くらいだと思うんだぜ。左のカラーが特に欲しい。絶対買うんだぜ。さて、今から現行で展開しているアイテムを見ていこうか。まず紹介するのはコットンシルクスラックスだ。超長面の極細番手と、シルクを混紡して織り上げたビエラを使っているよ。ここで久しぶりの豆知識なんだぜ。超長面とビエラという極が出てきたから、整理させてもらうんだぜ。まず超長面とは、コットンの種類の一つで、綿花から取れる非常に長い繊維なんだぜ。滑らかな肌触りと繊維の光沢が特徴的で、地球上の綿花のうちたった 5% しか生産できない希少価値の高い素材なんだぜ。先ほどのオーラリーのパンツは、縦糸に超長面を使っているんだぜ。そして横糸にはシルクを使っているんだぜ。縦糸と横糸それぞれ2本以上の間隔で交差させる織り方を、ビエラと言うんだぜ。ビエラ生地はふんわりとしていて柔らかく、心地よいのが特徴なんだぜ。性質の異なる2つの糸で編み上げるビエラは、互いの特徴を良い形で表現することができるんだぜ。通販にこういった極は普通に記載されているから、覚えておくと便利なんだぜ。このスラックスは、ゆるく軽い打ち込みにすることで、滑らかで軽く優しい風合いを出しているんだ。ドレープ感とリラックス感のある、オーラリーらしい自然な風合いの一着だね。同素材のジャケットとセットアップできたら、清涼感ある爽やかな着こなしになりそうだね。白のジャケットって固めの生地だと難しいけど、柔らかければカッチリ感が出ないし良さそうだぜ。お次は、超極細ナイロンを使用したハーフジップだ。
液流染色と呼ばれる、後染めの中でもよく使用される染色を施しているよ。風合いが柔らかく仕上がっていて、かなり好みの一着だ。液流染色は、生地をロープ状につなげて、染液の水流に乗せ、高温、高圧の管内を循環させながら染色する手法なんだぜ。オーラリーは、服作りの大半が生地作りだと言われるほど、素材へのこだわりが、強いブランドとして知られているけど、染色にも強いこだわりがありそうだな。糸一本レベルからこだわって服作りを行っているオーラリーのものづくりには、毎度驚かされることが多いんだぜ。お次は、エジプトの長々麺であるフィンクスコットンを細番手に紡績し、高密度に織り上げたシャツだ。フィンクスコットンはオーラリーがよく使う素材として以前紹介したことがあるよ。覚えているんだぜ。このシャツは、加工で一度生地を硬直させた後、柔らかい風合いにするために、何度も生地を叩いて揉み洗いする加工を施しているんだな。一見固めの生地に見えるけど、シルクのようなしなやかな肌触りと、上品な光沢と置き感が特徴となっているんだぜ。オーラリーのシャツは何着か持っているけど、着心地抜群で春夏にヘビロテ必須なんだよな。お次は、縦糸にロープ染色した単線糸のネップ糸、横糸に上質なスビンコットンを使用したデニムウェアだ。上品な膨らみと柔らかい風合いが特徴で、ユニセックスなデザインだね。オーラリーのデニム商品はよくチェックするんだけど、風合いがあって魅力的なものが多いんだよな。これも、製品洗い加工により空気を含んだようにふわっと軽い風合いに仕上がっているんだぜ。次に紹介するのは、手編みのハーフスリーブシャツだ。一目一目かぎ針で、ゆっくり時間をかけて編んだ、ざっくりとした編み地と手編みによる独特な表情が特徴の至高の一着だね。ハンドニットならではの、機械編みでは表現できない温かみや優しさといった、ニットらしいニットが表現できているんだぜ。価格はその分高いけど、その価値は間違いなくあるな。これからの季節は、ニットポロも活躍してくれるだろうね。上質な長々麺を4本紙により合わせ、ハイゲージの機械で留めを詰めて編んだ一着だ。張りがありつつも、滑らかな風合いが特徴だよ。今季はニットポロを絶対買おうと思っているんだよな。無地の T シャツ1枚だと、華奢だと子供っぽく見られがちだけど、ニットポロであれば映える気がするんだぜ。ただ高いねー。お次は少し変わり種のこちらだ。オーラリーの定番素材でもあるフィンクスツイルを使用し、1枚1枚丁寧にシワ付けの加工を施した一着だね。滑らかでシルクのような肌触りは残しつつ、特殊なシワ感のある表情を出しているね。リラックスフィットの軽やかな生地だから、シワがあってもトレンドライクで可愛いと思うよ。リネンなどのシワ加工ジャケットが意外と流行ってるしな。シワ加工のアイテムって、一歩間違えたらだらしないイメージを持たれてしまうから自分はなかなか手が出せないんだよな。渋くて洒落たスタイルで真似はしたいんだけど、難しい。シワがない服イコール清潔感のある服というイメージは世界共通だから、確かに難しいスタイルであることは間違いないな。ただ、朝シャツなどのシワがある渋い風合い、自分はかなり好きだよ。次に紹介するのは、トロピカルウール素材のコートだ。ドライタッチで清涼感がありながらも、綺麗なドレープが出るのが特徴だよ。トロピカル素材は、主に夏向きのファッションアイテムの素材として使われることが多いんだ。通気性が高くて薄手だから、春にはもちろん、猛暑日を除く夏にも着用できるんじゃないかなと思うよ。スプリングコートとして紹介したいな。夏にコートを着るのって季節感がない気もするから、着るとしたらトロピカルウール素材のシャツかな。ヘビな生地のシャツを集めていたけど、薄手のシャツも集めたくなっちゃうんだぜ。次に紹介するのは、太番手リネンにシルクネップのスラブ状の糸で特殊紡績を施した、凹凸感のある生地で仕立てたリネンパンツだ。ごわっとした見た目だけど、肌触りの良い、ナチュラルな清涼感のある風合いが特徴だよ。肌に優しい自然素材を紡績した、春夏に履きたいパンツだね。太めで綺麗なシルエットだから、トレンドライクでもあるし最高だ。さて、商品の紹介は以上だ。新シーズンが立ち上がったら、またオーラリーについての動画を出そうと思っているよ。他にも魅力的な商品が多くあるから、チェックしてみてね。オーラリーは毎シーズン、魅力的なアイテムを展開しているから、楽しみなんだぜ。機会があったら、店舗にもぜひ行ってみてほしいんだぜ。ということで今日も、ご視聴ありがとうございました。